鈴木 GSX1300R はやぶさ、外観右側の確認動画です。まずフロント周り、とても綺麗です。気になるオイル漏れ等も出ておりません。とても綺麗なものとなっております。ブレーキ周りなども、このとおり綺麗です。ホイールも、小傷等はありますが、特に大きなガリ傷、曲がり歪みなどなく、とても良い状態かと思われます。タイヤ、こちら溝残りあり、そのまま十分使用していただけるタイヤかと思われます。フロントフェンダー、特に割れ等もなく綺麗な状態です。外装は、ブルーにシルバー、スクリーンなど割れもなく、ヘッドライト、こちら、曇りもなく、とても綺麗です。アッパーカールからサイドにかけて、特にひどい割れ等はありません。大きなガリ傷等もありません。いくつか、ステッカー、貼り跡などあります。ハンドル周り、こちら、グリップヒーター、装着したとなっております。こちらは動作確認済みです。メーター機器、動作確認済み。走行距離、3360キロ。続いて外装タンクですが、タンクパッド、装着されております。同色カラーの、はやぶさと書かれたタンクパッド、タンクには、特に、ひどい大きなガリ傷、気になるへこみなどもありません。シートカールも、特に割れなどなく、とても綺麗です。続いてシート、こちらも、ひどい汚れや破れなどありません。そして、こちらですが、リアキャリア、装着車となっております。ツーリングなどに、重宝される、リアキャリア装着車なので荷物も詰めて、とても便利です。下回り、特にひどい擦り傷等もなく、綺麗です。マフラーは、こちら吉村製、トライオーバルマフラーということで、こちら、JMCA 公認の、カーボン調マフラー、装着されております。吉村マフラーなので、とても音も良いです。最後にリア周り、こちらも特にホイール、曲がり歪み、大きなガリ傷等もなく良い状態です。リアタイヤも、溝残り、かなり残っております。十分そのままご使用していただけるような状態かと思われます。今回の車両ですが、特に外観大きくひどい損傷等もなく、いくつか、ステッカーが貼られているのと、ステッカー跡が、若干残っているところがありますが、全体的な外観、とても綺麗です。また、吉村マフラー、グリップヒーター、リアキャリアなど、そのまま、ツーリングに乗り出しもできるような車両となっております。以上、外観右側の確認動画でした。